どうもこんばんは、アサピッピです。ではペーパーマリオ RPG7 パート目やっていきましょう。前回この大きな木にやってまいりまして、捕らわれた国族の仲間たちをこれから助けに行こうというところまで来ました。さて、また新しい敵出てきましたね。あの緑色のやつ、なんだっけ、バリアーンとか、そんな名前のバリアーン。メガバッテンという組織が作り出した生物。 HP3 の攻撃力2の防御力0。プチバリアンが周りにいるときは一切の攻撃が効かない。そう、こいつね、バリアを張るんよ、名前の通り。これね、ターンの終わりにバリアンは1体のプチバリアンを召喚して、これね、プチバリアン、バリアを張ってる間はダメージが通りません。プチバリアン最大2体まで増えるみたい。 HP は1、攻撃力0、防御力0。そうだからね、こいつをねやっつけてからじゃないと本体にダメージ通らないっていうのがちょっと面倒なところ。だからね、今回は物知り使いたいから、結構タイム使ってターン使って戦ったけれど、実際はねできるだけ早い段階で倒しておきたい。あ、レベルアップ近いね。なんかアイテムなかったっけ。ないか。よし、痛い。あいつね、先制攻撃が遠いから、音で気づければいいんだけど、ああやって遠くから攻撃してくると避けられないことが多いですね。痛い、体力やばい。あ、でもこれで、どうすなら次々ジャンプを見せましょうね。今みたいに攻撃が通らないんですよ。次々ジャンプする意味はないですけど、よし、でこれでレベルアップで HP も FP も回復ですね。ではまだまだ BP 上げていきましょう。で BP が上がったんで、何かつけたい。たまにラッキーでしょ。もう一個は、そうだね、一応ピンチでラッキーつけとくか。次のレベルアップぐらいで HP 上げてもいいかもしれないですね。捕らえた部人族たちもスターストーン知らないようであるし、最近働きっぱなしで6に寝てないであるな。そのまま寝てしまいそうである。この影は見覚えありますね。さて、いました。
もしかして、おばば。おう、プニオかい、元気そうじゃのう。ところでプニオ、お前ここで何をしちょる？何をのんきな、助けに来たんだよ。おう、そうかい、それご苦労さんじゃ。じゃが、私より先に他の者たちを助けてやってくれ。みんなもここにいるの？お兄ちゃん？まったく、あやつら、年寄りを、いとわりもせず、こんな目に、合わせおって、何をするかいの。それでノープニオ、さっきの話。おう、そうじゃ。捕まった者は、みんなここに、閉じ込められておる。まったく、あやつら。はい。プニコ、ここにいたのか。やっぱり来てくれたんだね、お兄ちゃん。もちろんさ、強い味方も連れてきたよ。すぐにお前たちを出してやるからな、待ってろよ。うん、頑張ってな、お兄ちゃん。マリオ、まずは牢屋の鍵を探そうよ。まあ、マリオとクリスティーヌに関してはこうやって中に入ることもできますけど。まあ、それじゃ意味がないんで、鍵を手に入れに行きましょう。さて、さっき気絶させられていた軍団員のところにいるのは、あら、またお会いしましたわね。あなたはあの時の泥棒ネズミ。こんなところで何してんのよ。そう、チュチュリーナがここにいます。私、この大きな木の中にも素敵なバッジがあるという噂を聞いてやってきましたの。思ったより手こずってしまいましたわ。ふふ、また会えるといいですわね。またキスするなんて、あんた一体何様のつもり？そうそう、あなた方が探しているスターストーンはこの大きな木の下の方にあるみたいですわね。頑張ってあいつらよりも先に見つけることですわ。それではごきげんよう、素敵なヒゲのミスター。何よあの泥棒ネズミ、いつもいつも嫌になっちゃうわ。さて、ここで起きた軍団員が襲ってきます。まあ、所詮軍団員一人なんで、クリスティーヌの頭突きでワンパンしてあげましょう。そうすると赤い牢屋の鍵が手に入ります。赤い牢屋はあのおばばがいた方ね。おばば、早速鍵を開けましょう。助けに来たよ、ババ。バカモン。プニオ、ちょっとそこへ座りなさい。いきなりなんで、どうして？オイラたち、おババは助けに。何をプニプニ言っとるんじゃ。ちゃんと人の話を聞かんか、バカモン。まったくお前はたった一人の妹を放ったままどこかへ遊びに行ってしまいおって。違う。だからオイラ、助けを呼びに行ってて。プニ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 言うでない。人の話は最後まで聞けと何度言ったらわかるんじゃ。そんなことじゃからお前はいつまで経ってもみんなからプニオと呼ばれるんじゃ。お前もゆくゆくは我らプニ族の未来を担っていくことになるんじゃぞ。それがお前と来たらなんじゃって、これ聞いとるのか。1時間後、よいか、これからはお前もしっかりするのじゃぞ。はいはい、わかりましたよ。返事は1回でよい。ところでプニオ、お前ここで何をしちょる？だから、みんなを助けに来たんだよ。とりあえずはおばばだけなんだけどさ。なんじゃそうか、そういうことなら私はとっととここから出ていくとするよ。どうもここは寒くて腰が痛むんじゃ。あらら、もう行っちゃったよ。相変わらずだな、おばばは。あ、そうだ。待ってろよ、プニコ。お前もすぐに助けてやるからな。うん、お兄ちゃん、プニコ待ってる。では、残りのプニ族も助けられるように頑張りましょう。じゃあ、まずはね、なんだっけ。みんなを助けてこいとか言ってたね。あの、プニ族の。太ったのプニ族のところに行きましょう。プニオか。うん、お前がおばばを助け出すとは正直驚いたぜ。だから言っただろう。なんかプニオ浮いてない？だから言っただろう。
勘違いすんじゃねえよ。俺はまだお前を認めたわけじゃねえし、そのヒゲのおっさんは完全に信用したわけでもねえ。大体お前はまだ他の仲間たちを助けてねえんだからな。それまでは協力してやんねえぞ。バッカモーン。この後に及んでまだそんなことを言っておるとは何とも助けない。今こそ我らプニ族が一つになってこの木を奴らの手から取り戻さねばならぬのじゃ。それがわからんのか。出てもよ。よいかプニタ。お前もこのヒゲ男。名前はマリコじゃったかな。マリオだよマリオ。しっかりしてよババア。そう、そのマリオと力を合わせてみんなを助け出しこの大樹にやってきた奴らを追い払うのじゃ。分かったよ。おばばが言うんじゃしゃあねえな。まあ実は俺もプニコちゃんが心配だったしな。こうなりゃいつやってやるよ。みんなもそれでいいよな。うむ、それでこそプニ族じゃ。はい、プニ族の仲間が増えて11匹になりました。みんなありがとう。やっぱりプニは浮いてるよな、あれ。ところでちょっといいかしら。私たちスターストーンっていう石を探しているんだけど、何か知らないかしら。あの、スターストーンとな。うむ、なるほど。実はこの大樹を下へ下へと行ったところに不思議な色の宝石が隠されておっての、わかる悪者どもからそれを守り、清き心を持つ者にそれを授けようと、我らペニ族の歴代の長老に言い伝えられておるのじゃが、おそらくそれがスターストーンじゃろう。うむ、ヒゲのマリコよ。お主を言い伝えにある清き心を持つ者と信じようじゃないか。マリコより奴らよ、奴らよりも先にスターストーンを手に入れるのじゃ。今はまだわからないが、きっと我らがこの大樹を取り戻すことにもつながるのじゃろう。良いな、スターストーンはこの大樹の一番下じゃ強い。おっとそうじゃ、大事なことを忘れるところじゃった。スターストーンを手に入れるには、まずは他の捕らえられた仲間たちを助け出さねばならぬ。我らプニ族が、一つにならなければ、スターストーンのある場所まではたどり着けぬと言われておるのじゃ。これを持っていきなされ、我らを率いる者の証、プニプニダムじゃ。これを行く途中にある台座にはめると、我らプニ族をそこに集めることができるのじゃ。ただし使い終わったらちゃんと外すんじゃすい。そうしなければ我らはずっと玉の前から動けないからの。さあマリオ、まずはオイラたちの仲間を助けに行こう。おう、そうじゃ、もう一つ。最近物忘れが激しくての、さて、お主がスターストーンのところへ行く途中でじゃな。連れているプニーがはぐれてしまってどうにも見つけられぬときは、私んとこに来るがや。つからば、このおばばがバシッとはぐれたプニーを呼び寄せてやるからの。いいかい、わかったね。よし。で、プニー族が増えたことで、行けるところが増えました。というのも、ここにプニプニ玉をはめると、このように仕掛けが作動して何らかのイベントが起こります。今回は土管ができましたと。ここにね、必要なプニの数が今回はね、10出るんで、さっきプニ用だけの状態だとここはね、1しかたまんないんで。で、軍団員を倒して、どんどん先に進んでいきましょう。でね、ここが、普通に入り口のところにつながっているので。で、ここね、プニたちは、ジャンプできないんで、シャボン玉に包まれて、こうやって浮かんでくるんで、クラウダで飛ばして、向こう側に行かせてあげましょう。あら。で、ここに社員があるっていうのと、これが欲しかった。雷ドッカン。雷ドッカンはね、敵全体にそれぞれ5ダメージ与えるっていう技だよね、アイテム。
これで合流できます。プニプニ玉もっとね、 OK。 プニプニ玉はね忘れると悲惨だから忘れないようにしましょう。仲間はね、今クリスティーナが攻撃力、あ、まあ、そう、攻撃力高いから、できるだけクリスティーナを使っていきたい。あと、普通に、これ初だね、初の敵だね。ファイダース。HP5、攻撃力2、防御力0。鬼族もこのパイダースが大の苦手。見ただけで逃げていってしまう。そう、だからこいつがいるとね、戦わずに進むってことはできない。で、次ジャンプで。失敗したわ。高さがあるとね結構難しいんだよね。よし、でこう一人落ちたかな。落ちることもあるから下で合流できればいいんだけど、まあその前にちょっと一旦はぐれちゃうけどこうやっておきます。ここにね社員があるんで、戻って合流してから降りますと。この下のところにね一人国族がいればいいんだけど、ファイダースもあの高さならコールアタックが当たります。あの高さだとガツンジャンプ。コールアタックは当たらないからね。いるね。オッケー、合流できた。この辺の敵は一回倒すともう湧かなくなるんで、確実に倒しておいた方がいいでしょう。でバックフラワー攻撃と。痛いな。お、たまにラッキーの効果出たね。アタックで倒して
次のターンだな。次のターンで決まる。よし、いいね、経験値も。おいしいおいしい。全然アイテムないな。どっか逃してるかもしんないけど、あ、取りこぼしてもね、あ、ないっしょ。さて、何かいました。マリオ、あれがトゲ族だよ。大昔からプニ族とトゲ族は仲が悪くて、今でも争っているんだ。プニタの話だと、トゲ族は奴らと手を組んで、オイラたちをこの木から追い出そうとしているらしいんだよ。でも、オイラ、トゲ族のトゲチちゃんとだけは仲良しなんだ。トゲチちゃんもオイラたちの敵になっちゃうのかな。ということで、トゲ族が行った方に行ってみましょう。この時、クラウダーを使うんで、クラウダーに変えておきます。そうすると、トゲ族の巣みたいなところがあるので、トゲ族をやっつける戦いになります。この時ね、クラウダーの、この風で、飛ばすようにしてあげましょう。左下の数字が減ってるんで、これやられたプニ族ね。やばくね。やばくね。負けたんだが。ちょ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 、下手すぎた。もう一回いきます。よし。ちゃんとね、うまくやれば今みたいに一人しかやられずに、ここを攻略となります。そしたらこっち行きましょう。で、ここに青い牢屋の鍵があります。早く助けに行こうというので、まあ、早く行きたいんですけど、その際ちょっといろいろね、このフロア、寄っていきたいところあるんで、寄っていきましょう。俺たちどうなっちまうんだろうな。ん？プニコ何を大事そうに持ってるんだ？キノコよ。なんかもうしなびてるな。うん。お兄ちゃんに食べてもらおうと、食べてもらおうと取っておいたんだけど、いつの間にかしなびちゃった。お兄ちゃん助けに来てくれるかな。大丈夫さ、きっとプニは助けに来てくれるよ。で、このフロアね、まあちょっと敵キャラをね掃除しておきたくて。プニたち落ちちゃうけど、それは、気にしなくて大丈夫です。そうだね、ここはクリスティーネに変えた方が効率いいかもな。よし。ちゃんとコマンド決まるかな。よし、いいね。
よし、いいね。手つきをしっかり決めつつ、これでここのパイダースを処理しとけば次から湧くことはないので、データロードしても大丈夫なんだっけな、それはちょっと覚えてないな。よいしょ。多いね、数ね。で、さっきと同じようにクリスチェーンに変えましょう。痛い。痛い。痛い。サリリ体力やばくないか。ここはできるだけ数減らしとこう。失敗した。やばい。よしよしよし。よし、オッケー。結構限界だったな。んー、拾うか。これでちょっと回復できるからな。で、下に多分プニたちがいるんで、これで合流できますと。星のかけらも回収しつつ、で、ここ、重要なのが、扉というか、剥がせるところがあって、ここにアイテムショップあります。まあ、買いたいものはないんだけど、ちょっと今、預けておきたいのがあるんで。ウルトラキノコはちょっと、あと、ハニーシロップも預けときましょう。カメカメティー持ってんでね。どうしようかな。回復はいっか。で、ここ。トゲッチちゃん。荷物に紛れ込んでたんだな。けど、そいつはまだ子供だな。トゲトゲのおちびちゃんね。かわいいじゃないの。おちびちゃんは何も悪いことしてないんでしょん？見逃してあげましょん。マリオちゃん。見逃す。アラン、どうしちゃったのかしらん。このジビちゃん、なんだか寂しい目をしているわん。まるで初めてのステージでセリフを忘れた時のアタクシと同じ。例えが。もしかして、アタクシたちの仲間になりたいのかしらん。なんと仲間になった。マリオさんって、人のハードをキャッチするのが上手いんだね。羨ましい才能だぜ。これで、トゲッチも、一緒についてくるようになりました。まあ、特に、ついてくるだけで意味はないんだけどね。そうしたら、行こうか、じゃあ。左側にも、進めるところあるんだけど、そっちは今行っても、ただプニ族がね、11しかいない今では意味がないので、ひとまずプニコちゃんとその他のプニ族たちを助けに行きます。で、その際ここを置いてっていいです。置いてってもね、まあ、イベントが発生するんで、
謎にプニオはなんか出現するんですよ。でまあどうせまた戻ってくるんで、ほらね、プニオがね、急にね、プニコ鍵を持ってきたよ、すぐに助けてやるからな。では開けてあげましょう。お兄ちゃん、プニコ大丈夫だったか、怪我してないか、怖くなかったか。うん、平気よ。そうか、よかった。そうだ、これお兄ちゃんにあげようと思ったんだけど、お兄ちゃんキノコ大好きだったでしょ。でもちょっとしなびちゃった。お兄ちゃん、やっぱり美味しくなかったよね。ごめんなさい。キノコ知らなかったのかい。お兄ちゃんはちょっとしなびたキノコが大好きなんだよ。あまりにも美味しくて声が出なかったのさ。お兄ちゃん、プニコ、いきなり何を、恥ずかしいじゃない。ありがとうな。うん、さてこれでプニ族の仲間が90匹増えました。これで全部で101匹です。まあね、10匹置いてきちゃってるけど、そこは気にしなくて大丈夫です。どうせ戻るんでね、あっちに。では今来た道を戻ります。さてここで101匹合流しました。じゃあそのまま、さっきのところまで行きます。でまあさっきのところまで行ったら、そこで今回は終わりかな。次回さらに攻略していきましょう。この左側はね、はい、じゃあ今日はここまでです。お疲れ様でした。バイバイ。